ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは、こんにちは、建築士課の藤森照信です。森ビルの中の上にある森美術館でですね、メタボリズム展っていうのを現在やってましてね、私にとってはね、特に建築士課としての私にとっては重要な展覧会で、あのメタボリズムの仕事をこう通して見れる、あるいはメタボリズムとその前後の関係を通して見れるって大変楽しみでしています。あのメタボリズムっていうのはですね、若い建築家たちの建築運動の運動体の名前だったんです。世代的に言うと丹下さんの弟子たちなんですよね。あの直弟子に当たるのが黒川さん、それから牧さんですし、それからあの丹下さんの丹下さんとこう非常にこう親しかった評論家が川添さんですし、菊竹さんもものすごく丹下さんの影響を受けてましたから、だから丹下さんの弟子世代の新しい運動と思ったらいいですね。あの丹下さんっていうのは個人の存在としては大変大きな存在で、初めて世界の全英的な部分に影響を与えた日本の建築家ですけれども、個人でしたから、でグループとしてはメタボリズムが初めて世界に影響を与えたということになりますね。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイトヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。